お願いします。改めましてこんにちは。はじめましての方こんにちは、翔子と言います。今から30分のステージをいただいたので、ショコワールドに浸って帰っていただけたらなと思います。30分間よろしくお願いします。1曲目は I Stay at Only You という曲を、終わるんじゃなくて、これから
がとうございます。ちょっと一個聞きたいんですけど、皆さんこれつけてやったんですか？誰もつけてない。あ、やった？あ、よかった、仲間がおって。あ、なんかちょっと遅れてきたものなんで、どういう感じだったのかがちょっと見えなかったんですけど、すいません。ちょっと今日はですね、朝から糸島のあの蔵王本店っていうところでバリフェスっていうイベントがあってて、そちらで歌わせていただいた後にバタバタ来て、さっき到着したんですいません。最初の方に歌われた方々の歌を全然聞くことができずに申し訳なかったんですけど、そう帰っちゃった。ちゃんと挨拶はできました。二人帰ったけど、二人だけかな。もっと帰った。あ、どうやったらこの謝罪伝わるんやろう。みんな拡散してください。証拠が誤ってましたって言っとってください。ありがとう。そう、なんでちょっとハロウィン乗り、ハロウィン乗りっていうのかな、ハロウィンのテンションすごい高い状態で来てるんですけど、来てみたらなんかすごい静かにみんな聞いとるけん、そうフェスの後におーおーみたいな、みんななんかすごい、あ、ちょっと今日はそういう回なんやろうなと思って、セトリをちょっと考え直しました。しっとりしっとりってほどでもね、そうリンほどしっとりではないんですけど、ちょっとそっち寄りでいきたいと思います。2曲続けて聴いてください。友達以上恋人未満、それ以上求めてはいけない。ああ最初から上限は決まってた、分かってたはずなのに、なんで楽しい時間は思いを加速させ、続けと願っていても言わないんだ、言えないんだ、言えばあなたが離れてくこと分かっていたから、言えないんだ、言えないんだ、言えばあなたが離れてくる
一番になりたいってそれだけを願ってきたけどなれないんだならないんだ私の場所は永遠にこのまま私はセカンドガールありがとうセカンドガールっていう曲とブロークンヒーローっていう曲です。どっちもオリジナル曲になってます。こんな感じで基本的には
ライブハウスで歌うのはオリジナル曲ばっかりな証拠です。でキャスルズリアルっていうことで、ね、キャスをやってる人がよくここに集まってくるんだと思うんですけど、最近キャスをすごくサボっております。ちょっと言い訳をさせてください。する暇がないんですよ。もうちょっとどの家も防音設備のできた家にならないもんかなって、最近そういうのに税金使ってほしいなってすごく思うんですけどね。え、絶対苦情入らんやん隣ね。もうお隣さんがすごく厳しい方で、気分がいい時は10時ぐらいまで弾いてても何にも言ってこないんですけど、すごく機嫌が悪い時は8時にちょろっと弾いただけでゴンって横から壁ドンされるぐらいの方なんで、どうしても仕事の後帰ってくるのが8時を過ぎてしまうので、やる時は車の中で配信したりしてます。最近は時々おしゃべり配信だけでギター弾かずに配信もやってるので、よかったらきっと今日ね、キャスルズのツイッターいっぱいタグ付けして動いてくださってると思うので、まだ今日翔子初めましての方はぜひぜひそこから翔子のプロフィールに飛んでいただけたらなと思います。何を歌おうかなってすごい悩んで、片岡凛さっき歌ったのはね、この間の10月19日に私の主催ライブに出てくれたんですよ。いつもね、毎月第3土曜日に主催を、ここからもうちょっと渡辺通りの方に歩いたロフトの向かい側ぐらいのプレアデスっていうところで私ライブやってるんですけどね、今日はハロウィンフェスに行ったけん、その時に凛が着ていた狼と言っていいのか黒猫と言っていいのかちょっとよくわからんコスプレをね、おるあれを借りてきました。ちょっと小悪魔っぽいとかエロいわとかなんかいろいろ言われたんですけど、フェスってちょっとそういうもんだと思ってるので、そういうの見たいなって人がいたらぜひSNS に写真上げてみたんで見てみてください。続いての曲はもうね、多分入ってきた時のリンの曲線のおかげだと思うんだけど、本当にしっとりといきたいと思います。なかなか最近ライブで歌わないんだけど、リンがすごいこの曲好きって言ってくれるんで歌います。聴いてください。黒かナイスタイミングちょっと笑っちゃった大丈夫？緊急の連絡じゃないですか？じゃあ聞いてください。誰か
がとうございます。クロカという曲を聴いていただきました、ね、初めましての方はどんなイメージを持たれるかわからないんですけどね、こんな曲ばっかり歌ったら。全然普段こんな曲歌わないんですよ。ちゃんと自分の曲なんですけど、合間にこういうちょっとしっとりバラードを挟むぐらいで、普段はもうガンガン声量を使って腹から声出していくぞみたいな感じで歌ってて、一応毎月第2第4金曜日に、まあ、ケゴ公園のあたりで路上ライブをやってます、ね、その時も生音で生歌で機材は一切使わずにっていうので、この間も喉カスカスマンやったんやけど、2時間半ちょっと楽しくなってやっちゃうぐらい、そういう人間なので、もっと違うそういうちゃんと何普段の方の証拠を見たいなと思っていただけた方は、ぜひぜひ他のライブにも遊びに来ていただけたらなと思います。ちょっと告知になるんですけど、12月21日上から読んでも下から読んでも1221、覚えやすいよね。この日がおこがましいんですけれども、第3土曜日にバースデーワンマンライブをさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうね。ワンマンってさ、今日は演者さんがたくさんおったけん、一人一人がちょっとずつ頑張って集客したらこんだけ人が集まるんやけど、一人でたくさん呼んでライブハウスをいっぱいにせないかんって、すごいすごいことなんですよね。厚かましくもそれをバースデーやけん祝いに来てっていう理由も兼ねてやってるので、でそう超厚かましいんやけど、そのさっき言ったね、毎月第3土曜日に主催をやってるっていう話やったんやけど、そのやってるライブハウスプレアデスっていうライブハウスが、一応今持ってるオーナーさんが手放すことになってしまって、使えるのが一応次のオーナーさんが見つかるまで不明ということで、12月のそのワンマンライブが翔子主催プレアデスでできるのが最後になっております。今ね、携帯持っとるやろみんな。12月21、はい、チェックチェックしてぜひ遊びに来ていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日出てる演者さんはね、4月の22?20?そんくらいやったよね。ここで初めて被った子がたくさん今日も出てて、なんか本当にキャスルズリアル様、本当に出させていただいてありがとうございますということなんで、ちょっととりあえずね、みんな、また出会えたね。再会に拍手です。で、ちょっとその前日に私、路上してた時に、知り合った女の子が、その4月のライブもここにちょうど座って、来てくれてたんですけど、その前日に路上で知り合った子がすごい自分のオリジナル曲をそんな感じにされた、こっちが泣く気やめてくれんかね聴いてる時にすごい泣きながら聴いてくれてたんですよね。初めましての子ですよ、私のオリジナルで。あ、この曲知ってる、大好きで泣いてるとかじゃなしに、私のオリジナル曲で泣いて聴いてくれてて、どうしたんってもう普通にこんなテンションで聞いてしまったら、まあその日が彼女は余命宣告をされた日だったらしくて、残り3ヶ月って、で親もいない時に一人で病院に行って、親にはまだ言わないでくれって言って、そのすごい大きい出来事を自分一人で抱えてる状況で私の路上で出会ってくれて、なんか何もできんなって思って、それが歯がゆくて、でも意外とその死を宣告された子ってめちゃめちゃ強くて、私はまあ誰にも知られずにこそっと死んでいけたらいいんですよとか、なんか笑って話すんよ。それもでも私は医者じゃないからそんなことないって言っても言えんし、簡単な頑張れとか大丈夫とか、よくそういう歌を歌ってしまいがちなんやけど、そういう状況に追い込まれる人にいざ出会うと簡単なこと言えないなと思って、でもそんな簡単なことを歌ってる歌でその子は元気がもらえたって言って泣きながら聞いてくれて、で次の日もライブあるよって言ったら行きますって言って来てくれて、でそれがきっかけでお家の人にも話すって言ってくれてね、今は
もう余命3ヶ月って言われとったっけ、本当やったら7月ぐらいまでの命やったんかもしれんけど、今も元気に学校に行ってるツイートを見てます。どうしよう寝坊した、もう今日はサボっていいかとかなんかつぶやいてるから元気にしてんだなとも思うんですけど、12月のワンマンに張ってでも行きたいんで今頑張って直してますってメッセージが来てたから、私はこの曲を泣かないでちゃんと最後まで歌い切れるようにっていうのが今の課題になってるんで、ね、その子に向けて作った曲にはなるんですけど、皆さんきっと毎日頑張ってると思うんで、辛くなった時にこの歌を思い出して、音楽ってすごい力があるんで一緒に歌ってリフレッシュしていただけたらなと思います。ちょっと真面目な時にこれをかけたからあれかなと思うので一回外すね。皆さんで一緒に歌ってほしい部分があるんですよ。ハイファイブっていう曲でハイタッチを意味するんですけど、応援したいからサッカーのおー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 ってあるじゃん、あの感じのおっていうフレーズでちょっと歌ってほしいんで一回やります。ハイファイブ、おー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 してみようか。いきます。ワン、ツー、スリー、はい。ハイファイブ。おー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 に届くように歌いたいと思います。よかったら手拍子で一緒に行きましょう。聞いてください、ハイファイブ。ハイファイブ、辛くなったら手を挙げて、手を叩き歌おう。ハイファイブ、あなたの笑顔が好きだよ。ほら顔を上げて、 Let's high five。 今日も一日お疲れ様、愚痴も不満も溜め込んでベッドへライブ、きつぎことに一人で勝とうとしないで、たまには私に吐き出しちゃいなよ。ハイファイブ、辛くなったら手を挙げて、手を叩き蓋を、変われないけど、あなたの心に寄り添うことはでき。ハイファイブ、辛くなったら手を挙げて、手を叩き蓋を。ハイファイブ、あなたの笑顔が好きだよ。ほら顔を上げて、皆さん出番になります。準備はいいですか？いきますよ。
残って一緒に楽しみましょう。よろしく。せーの、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、いやなんかすごいこの間東京でねお会いしたの、はい、いつだっけ。8月ですね。はい、ね、なんかあの時よりもなんかずいぶんなんか急になんかあらいうなんか上達してる感じがすごいしますけど、ね、上達したらしいよ。みんな褒めて褒めて褒められて伸びるタイプです。いやなんかこうしっとりとした曲とかもね上手だね。 ありがとうございます。なんかもう力任せで歌ってるだけのようなイメージからちょっと全然違った感じで。ギャップ萌え狙ってます。ギャップ萌えで。そうですか。うん、なんか落ち着いて歌うとなんかすごいなんかいいですね。片岡凛のおかげだと思います。うん、あそうなんだ。導いてくれました。今日これで行った方がいいよって。なるほど、ね、歌いながら諭してくれた。そうなんだ。うん、あ、ごめんごめんごめん、期待外れやった。そっかそっか、うん、そう、この間はね、本当に飛行機代高い中ありがとうございましたね。そうなんですよ、ね、お盆のクソ高い時に東京行ってきました。そうだよ、楽しかった。でも、うん、めちゃめちゃ楽しかったです、ね。はい、うん、なかなかあれもすごいすごい、ね、暑かった。うん、うん、そしてなんか、はい、片岡凛さんと、はい、ツーマンをね、4月になんかここで一緒になったんだよね。そうです、そこからだよね。いやもうちょっとそこで持ち帰り、お持ち帰りしたんだもん、ね、そうなんですよ。私片岡凛と会った回数イコール止まった回数なんですよ。すごいね。今日は止まらんね。今日で唯一ずれるんですけど、初めてのすれ違い、初めてのすれ違い。そうですか。初めて会った子を全然余裕で止めてしまうぐらい、うん、なんかそっからめっちゃ仲良くなって ね、 仲いいね。昔から仲良かったみたいな。そう、なんか私はあんまり年上と思ってないようで。あ、年上っけ。私の方が3つ上なんですけどね。結構違うんだね。そうなんですよ、うん、だって あの子はね、ああいう子だからさ。そうそうそう、なるほどね。そうかそうか。そうなんですよ。そしてなんかいろいろと先週、先週、そうです、うん、そう、1週間ぶりなんですけど。持ち時間どのぐらいで。40分で、2人でコラボでも40分。コラボで何やったの。カバーばっかり、ね、カバーやったんだ。そう、無茶ぶりをいろいろ言いながら、ね、片岡凛か私のツイッターで鳩麦、うん、プッシュしてるやつ見たことね、ある人は分かると思うんで、後で、じゃあ後でじゃあリツイートしとくんで、初めての人は見とってください。それやらないの、ステージで。ステージ、ちょっとハトマギ今日家に置いてきちゃった。あ、そうなんだ、残念ね。保湿としてはすごくいいんだけどね。次回はハトマギワークショップかなんかで。そうね、霧吹き付きのハトマギおすすめいたします、皆様に。そっち系の仕事なんだっけ。あ、いや、アパレルだったんですけど、やめて今学童の先生やってます。学童の先生。そう、小学生相手にわーっ て、 そうなの。そういう資格はあるんだ。小学校免許持ってます。あ、はい、意外と意外と多彩なできるんですよ。ハイギャップ萌え。バカに見えるけど意外としっかりしてるんですよ。バカにとかそこまで言ってないですよ。あ、うん、調子乗る、うん、すいません、黙ります。はい、なるほどね。そうか、いろいろと多彩なんですね。そうなんですよ。はい、で、なんかこの先どういう、東京とかまた来たりします。呼んでください。あ、そうですか。ちょっと休めの時に。いや、自分で判断してください。そこら辺ちゃんとチケット代を見て、そう、ね、ちゃんとオファーを受けるか受けないかっていう感じで、ね、気をつけます。行くタイミングがそこしかなかったんですよね。そうだよね。でも夏休みとかやっぱり来やすいし、路上とかもしやすいし、行きやすいし、みんなお客さんとかも動きやすいから、夏休みとかさ、うんうん、だからね、そういう時が多くなっちゃいますが、そうです、ね、またね、ぜひお誘いしたいと思いますんで、呼んでいただけたら嬉しいです。はい、そして、この後ねワークショップでもやっていきますのでね、はい、ぜひ皆さん最後までゆっくり帰らないでね、みんな。急に人いなくなったら3人とも寂しいからね、頼むよ。はい、ということで翔子さんのステージでした。ありがとうございました。